はい、こちら藤川ズジャパンさんです。はい、こちらはね、宮大工工法で作られた内装のバンコです。ミリミリランド、こちらね、フォックスの DS というタイプです。 L スタイルですね。はい、DSL スタイルで、ベッド幅が 1850×1500 と広々してます。乗車定員が6名で、就寝定員が3名です。ベースの車両がハイエースワゴン GL8 型ガソリン肉で走ります。お値段550万円です。はい、このね、中のこの宮大工工法日本製って書いてあるんですけども、釘とかを使わずに組み合わせることによって組み立てているよという工法になっています。で、後ろ側がこちらキッチンになっているんですが、ここがね、ちょっと障子紙をね、入れたような雰囲気になっててすごくおしゃれです。で、小さめのシンクがあって、ここが全てキッチンのスペースとして使えるようになっています。で、ここが冷蔵庫なんですが、外からのアクセスもいい場所についています。ごめんなさい。はい、こんな感じでね、しっかりと物を入れられるようになっています。大きなペットボトルも2リットルのね、大きなペットボトルも入れられるのと、ここがね、ちゃんと貼ってあるので、すごいね、おしゃれになってます。ちょっと反対側も拝見します。ここがね、スライド式でこうデデデデッと開けられるんですよ。そうするとこんな感じでいろんなもの収納できるようになっています。多分ね、オプションでだと思うんですけど、ここにね、電子レンジも入れられそうなスペースがついています。で、こっち側にはね、何もついてないので、かなりね、空間として広く感じられるような車内になっています。で、今ね、ちょうど L 字型、そしてこちらにもね、一つ席あるので、みんなで囲めるような内装となっています。はい、こちらフォックスのウェルティスというスタイルです。フジカーズジャパンさんで、ね、作ってらっしゃいます。乗車定員が7名で、就寝定員が4名です。ベースの車両がハイエースキャンパー特装車ガソリン肉で走ります。お値段729万円です。こちらね、ハイエースのスーパーロングで作ってありますので、すごいね、大きいですね。背丈もあって、幅もあって、長さもあります。で、中がすっごいおしゃれじゃないですか。はい、じゃあちょっとね、乗らせていただきます。で、入ってすぐのところに冷蔵庫がある。嬉しい。こんな感じですよ。で、外からめちゃめちゃアクセスしやすくって、2リッターの大きなペットボトルも入るのに、のにですよ、じゃじゃん、こっちも行けちゃうんですよ。これ便利です、ね、そう、これ中からはこっちの方が絶対便利じゃないですか。これ嬉しいですよね。で、さらにここにちゃんとね、板貼ってあるので、この続いてる感じがしてすごいいいです。で、スイッチコントロールもここにあるので、ドアを開けてすぐにね、ここ調整できたりするのもすごく嬉しいです。はい、で、さっきちょっとすごいな、いいなって思ったのがこれですよ。これ、この取っ手の部分、この革がくるってなってることによってすごいおしゃれなんですよ。で、さらにこの上の部分がね、開くので、この白いところが、ちょうどこうカバーになっていて、物がゴロって出てこないような仕様になっています。で、またこのね、間接照明がすごく素敵で、このね、木の感じがとってもいいです。で、広めの、テーブル、そしてこちらね、2つカップホルダーがあるのと、あとね、ちょっと見にくいんですが、ここにね、 USB ポートがあるので、3列目シートの方が、例えば携帯をね、ここで充電しながら前向き乗車で行くことができますし、今2列目シート、私が座らせていただいている部分が後ろ向きになっていて、リビング展開なんですけれども、前向き乗車にして走行することが可能になっています。で、さらにテーブルの位置なんですけども、ここにね、ポールがあるのが見えるかと思うんですが、ここね、自由に動かすことができるので、このテーブルの位置も変えてあげることができます。で、さらにこちらの窓なんですけれども、アルミの二重窓になっていて、あ、ちょっと触らないでねって書いてあるんですけど、ここにしっかりとシェードにして見えなくすることもできますし、網戸だけにしていい風を取り込むこともできるようになっています。じゃあ後ろ回ります。はい、後ろ回ってくるとこんな感じです。はい、こちら、大人が横に寝れるような広さが確保されています。こちら側に、ね、ちょっと出てるはずなんですよ。
なのでちょっと広くなっていると思います。はい、拡張してますね、はい、拡張してますよね。でここねちょっとした棚になっていていろんなもの置けますし、このライトがねすごく素敵で明かりもしっかりと取れるようになっています。でさらにこの下のラゲッジスペースも広くなっていますし、ここね取ってあげるとまあ、私がねこう入れるぐらいのスペースにこうなってくるんですけども、こんな風になってるのでここ全部取ってあげるとかなりね大きなものを収納することもできるようになっています。で前にはねキッチンスペース、ここがねキッチンスペースとしてシンク、そしてね一口コンロもついてますのでちゃんとお料理もできます。ミリミリランド、はい、こちら静岡トヨタさんです。トイファクトリーさんとのコラボレーションです。静岡トヨタさんとトイファクトリーさんとのコラボレーションです。拝見していきましょう。このねルミリエって書いてあるんですけど、こちらがね、オリジナルのブランドになってるみたいです。でこれはねトイズボックスということで、中もねトイズボックスになってるんじゃないかな。どういうところがねコラボレーションしているのか拝見していきたいと思います。5人乗車の5人就寝で8ナンバーで思いっきり遊んで寝れるアウトドア基地ということです。はい、はい、すごいシックな内装でトヨタのハイエースをベースの車両にしていて、冷蔵庫とこちらはキッチンスペースになってるみたいですね。で2段のベッドになっています。で後ろから拝見させてもらうと、あ、なんと家庭用の、ね、エアコン搭載していらっしゃいますね。で大きなラゲッジスペースで外でも使えるシャワーも、ね、搭載していて、すごいいい感じに仕上がってます。こちらねルミリエのバーデンのバージョンになっています。はい、こちらルミリエのバーデンです。乗車定員7名で就寝定員は4名、登録は8ナンバーで、少人数や大人数、大荷物にも対応のフラッグシップモデルバーデンということです。ここが、ソーラーパネル乗ってます。はい、ではバーデンルミリエ拝見していきます。もう本当トイさんのこれがねすごい素敵ですよね。もうこの縦のラインのライト大好きです。でこちらが2列目シート3列目シートとなっています。で前向き乗車で全部員が移動できるっていうのも大きな特徴ですね。でさらにこちらに大きなシンクがあります。キッチンスペースはねここが充実していて、縦開きのタイプの冷蔵庫も搭載されています。はい、で拡張のね部分もあるので、ここを開けてあげることによって、キッチンスペースを拡張して使うこともできます。でみんなでね囲んでゆったりくつろげて、で向こう側はしっかりと収納のスペースもあって、でちょっとね向こう側に出ていることによって中の空間がすごく広く感じられるような内装です。ちょっと後ろからも拝見してみましょう。トイファクトリーさんの車両なので、で横がねちょっと出ているのがね見えるかなと思います。で後ろ荷台になっているだけでなく、出ている分大人が横になっても眠れるような車両になっていて、下はねしっかりと荷物を積み込めるラゲッジスペースとなってます。ミリミリランド、カーインテリア高橋さんのブースです。はい、拝見していきましょう。はい、リラックスワゴンシリーズが2台に並んでいます。どちらもハイエースベースのバンコンになっています。でこちらのタイプはリラックスワゴンタイプ 2LCS セットです。9人乗車の3人就寝、ベースの車両はハイエースワゴン GL ガソリンで2駆と4駆が選べます。お値段が717万円です。在庫表があります。そうですね、ちょっとマイナーチェンジが入りそうなので今在庫表が出ております。はい、そしてねこちら大人気の、あ、ないこれですね、はい、この LCS パッケージってすごく人気があって、リチウムイオンバッテリーとポータブルクーラー、そしてねソーラーパネルが組み合わさっていて、これね結構つける方が多いとおっしゃってました。
はい、後ろから見るとこの後ろのスペースにキッチン、そして前側がねゆったりとしたリビングスペースになっています。間接照明もすごく素敵ですし、フリップダウンしたモニターも見ることができます。でこちらなんですけれども、はい、開けてみますとビリン、シンクで鏡も出てきましたね。はい、嬉しいですね。でさらにこちらには冷蔵庫がついています。で下はですねこちら収納になっているので、いろんなものをたくさんね乗っけて積み込んでから出発することができます。でこの簡易インテリア高橋さんの、いいところ、すごくね展開も簡単で、後ろもフラフラットで寝ることができるようになっています。でさらにね前の、運転席の奥の部分に冷房もついていますので、この中をね夏でも快適に過ごすことができるようになっています。はい、でもう一つこちらリラックスワゴンを拝見していきます。種類がですねインフィニティですね。こちらインフィニティのやっぱり LCS セットになっています。乗車定員が8名で就寝定員が3名です。ベースの車両がハイエースワゴン GL ガソリン肉で走ります。お値段が684万円です。はい、立体駐車場に入ります。嬉しいですね、立体駐車場に入るのめっちゃ嬉しいです。で前のあそこの部分に冷房がついてます。なのでこの、ね、車内もすごく、夏でもゆったりと過ごすことができます。で、ね、ここにもよいしょ、はい、とすぐの部分にこんな形で収納があるので、靴とか、ね、入れるのにぴったりな部分になっています。でまた後ろの部分がこちらもキッチンになっているので拝見してみましょう。後ろに回ってまいりました。こちらが、ね、キッチンのスペースで、電子レンジとシンク、そして冷蔵庫で床下収納、こちら100リットルと、ね、記載があります。嬉しいですね。はい、でこちらのタイプですとインフィニティのタイプは、ね、2列目シートがない形で横座りになっているんですね。だからとっても、ね、シンプルなレイアウトになっている分、使い勝手もとてもいいです。で後ろに、ね、背もたれになっている部分を穴埋めしてあげることによって、ベッドをフルフラットで作ることができます。みるみるランド、はい、ジェームズバロードさんのこちらルーフテント見ていきたいと思います。このルーフテント、まっすぐね全体的にこうアップしていく形の平行タイプです。はい、でね中にはポータブルクーラーも使えますよ、ありますよということでね、ラインナップが並んでいます。で実際にね乗っけてみると、あちらご覧になれますか、あんな感じで上にねトップルーフに乗っけてあげて、しっかりと平行に上でねくつろぐことができるようになってます。はい、でこれがポータブルクーラーなんですけど、こう分けて室内機と室外機、はい、使うことができるんですね。こんな風にねつないで使うこともできるそうです。いいですね。でこのねやっぱり全体がメッシュになることによってすごいね視覚効果もあって、とってもね眺めがよく気持ちよく過ごせるような場所になります。こちらチョイキャンさんのブースです。はい、軽キャン2台並んでます。チョイキャンさんのブースにやってきました。こちらがねアトレーベースのチョイキャンです。豊かですね、チョイキャン豊かダイハツバージョン、アトレーバージョンです。はい、ではねこちらリチウムイオンバッテリーとかいろいろついてるんですけれども、まず乗車定員は4名です。就寝定員が2名です。ベースの車両がアトレーの RS ガソリン4駆で走ります。お値段が403万円です。はい、かっこいいアトレーですよね。でなんと強力 2000W のインバーター、ソーラー充電、 4WD のターボということで非常に、ね、強化されていますね。はい、今ねちょうどフルフラットになっています。はい、こんな感じですごい白くて内装かっこいいですよね。今フルフラットの状態にあるんですけれども、これ、ね、背もたれが出てきます。よいしょ、こんな感じで、いろんな角度でね自分の好きな角度でフラットなところから背もたれをね作ることができます。
でこうしてあげるとこのお部屋の中であちらねフリップダウンになっているモニターをゆったりとくつろぎながら見ることができます。でこれね戻したいときはねどうしたらいいかっていうと簡単で、一回こっちまで上げて上げ切ってしまうと、はい、上げ切ってしまうとまたプルンと下まで持っていくことができます。下手くそだな。はい、一番上まで上げ切った後はここに下までしっかり下ろしてあげることができるようになります。であとはまたこちらねシートのところにつないであげるとフルフラットで寝れるようになりますね。で後ろから見るとこんな感じで中でも使えるテーブル、外でも使えるテーブルになっています。電子レンジもねしっかりついていて、もうこれでどこにでも行って、寝ることができますし、いろんなものを、ね、収納することが、ね、できるんですが、この足の部分だけはしっかりと、ね、くり抜いてあることによって寝るときゆったりとしたスペースを軽でも実現することができます。でじゃん、こんな感じでね下に収納の部分がしっかりあるので、結構ねやっぱり軽キャンはどれぐらい収納できるかっていう問題があるんですけど、ここで解決してくれてます。当時は圧倒的だった。はい、そしてこちら拝見していきましょう。こちらはですねエブリーをベースにしたチョイキャンの豊かです。はい、あでねオプションでこんな感じで、換気扇つけることもできるようになっています。でちゃんと2列目シートはちゃんと使えるようにしたままフルフラットで寝ることができますし、電子レンジなどね必要な装備をバッチリ積むことができるようになっています。はい、こちらチョイキャン豊かの鈴木バージョンは乗車定員が4名で就寝定員が2名です。ベースの車両はエブリィワゴン、ガソリン4区で走ります。お値段が385万円です。みるみるランド、こちら OMC さんのブースです。はい、銀河と北斗が並んでます。 OMC さんの人気のバンコン銀河と北斗を拝見することができます。で、ね、こちら北斗の方から拝見していきましょう。ハイエースが、ね、ベースになってるんですけども、ワイドの、ミドルになっています。北斗のタイザーモデルです。乗車定員は7名で就寝定員が3名です。ベースの車両がハイエースワイドスーパー GL ガソリン2区で走ります。お値段が752万円です。はい、タイザー式ということでね、入ってすぐの部分、今後ろ側向いてますが前側で使用することもできます。今ちょうどねタイザーになっています。で寝台列車をね思い起こさせるような、2段ベッドが常時ありまして、あの奥ご覧になっていただきたいんですが、あちらにですねちゃんとエアコン入ってるんですよ。なのでこの中が夏でも涼しく過ごせるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいです。で後ろにはねもう一つお部屋があるので拝見しましょう。後ろのねお部屋に来ました。もうね全然違くて、こちらはキッチンスペースになっています。ディーンと、はい、こんな感じでシンクがあって作業台もありますし、後ろを向きますと電子レンジと冷蔵庫が装備されています。でさらにねこちらクールスターの室外機が入りまして、こちらはね、立っていただいてもいいですし、床下収納みたいな形で使うこともできます。でさらにねトイレをここね臨時で持ってくると、ここでトイレをすることもできるようになっています。ではあちら銀河、ナロー銀河も拝見していきましょう。ナロー銀河背はね高いんですけれども、横の幅が、ナロー標準のサイズになっています。こちらもすごく人気で取り回しがいいタイプです。ナロー銀河の乗車定員は5名から6名です。就寝定員は3名です。ベースの車両はハイエース標準ボディのハイルーフガソリン2区で走ります。お値段が703万円です。はい、いいですね。で入ったところに、ね、ちょっとしたスペースがあるのも嬉しいですし、この、ね、銀河はこの入ってすぐの奥のところに、キッチンスペースが集約されています。冷蔵庫とシンク、そして電子レンジで、上には、ね、クールスターが乗っていて、ちゃんと、ね、この中を夏でも冷やしてくれます。で上にベンチレーターがあるタイプで、こちら、ね、タイザー式になっています。これも、ね、やっぱり喜ばれるポイントで、ここで食べてもう常時の
2段ベッドがあるので食べたらすぐにコロンと眠れちゃうよっていうのがすごく嬉しいです。はい、で後ろを拝見してみましょう。ここがねマルチルームのスペースになってます。なかなかねこのコンパクトボディなのにちゃんとしたねマルチスペースがある、ものっていうのはすごく珍しいので、ここでねちゃんとトイレができるっていうのも安心感があります。みるみるランド、はい、こちらスマイルファクトリーさんです。ケーキャンが2台拝見できます。はい、2台あって1つはポップアップ、1つは、ね、ポップアップしてないバージョンなんですけれども、拝見していきましょう。タイムトラベラーの、はい、3ですね。はい、こんにちは、どうも。はい、こちらですね、スマイルファクトリーさんのオフタイムトラベラー3です。乗車定員が4名で就寝定員が2名です。ベースの車両がスズキエブリ、ガソリン肉で走ります。お値段306万円です。でね、すごい書いてあって分かりやすいんですけども、標準で充実の装備がいっぱいありますよということです。断熱はもちろん、収納もありますし、インバーターは1500ワット、リチウムイオン、リチウムバッテリーとか USB ポート、いろいろね、ありますよということです。4ナンバーです。はい。で、電気が使えるバッテリーの容量が携帯で残量確認できますよっていうのもすごく嬉しいです。はい、今ねちょうど展開していらっしゃいますね。で今2階っていうかね、2段ベッドみたいになってます。すごい、こうしたら4人でも寝れそうな広さになってますね、うん、ここに2段ベッドって書いてあります。すごい、2段ベッド、おお、すごい。今みたいに2段ベッドにしておくと、こう下にね物を置くようなスペースとしても使えますよっていう風におっしゃってたので、それもすごく便利でいいですね。わー、でさらにここやっぱりね下にも収納がこんな感じでありますので、本当にねたくさん収納があってみんなで使えて、日常使いもそして車中泊もできちゃうような形になってます。でこちらポップアップバージョンになっています。でこのポップアップもこう片開きっていうのがねすごく珍しくって、しかもね中に余裕があってすごくいい開き方になっています。もう本当スマイルファクトリーさんの何だろう、真骨頂という感じですね。で下はねしっかりとこんな感じで収納もできるようになっているので、やっぱりね軽キャンでも収納を大事にしてくれているところがすごく嬉しいです。でこちらにはシンクがあったりですとか電気関係のものが入っています。でこちらからはバッテリーが取れるようになっていて、こちらに USB ポート12V、そして 200V が2口あるようになっています。でちゃんと照明もついているという感じなので、本当に日常的にも使いながら、そしてちゃんとキャンプにも行けるよという仕様です。はい、色も可愛い。横開きのポップアップ、高さがあるのですごい開放感があります。ありますね。であそこねコーヒーとかも飲めるんですよ。すごい楽しかったんです、あげてもらった時。こちら、ルアーナですね、4人乗車の4人就寝、ベースの車両がスズキエブリ、ガソリンのポータブル D のパートタイムで動きます。お値段が433万円です。みるみるランド、はい、ということで外のスペースにやってきました。そしてねキラー TV さんがいらっしゃったのでちょっと取材させてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、キラー TV のキラーさんです。でキラーさんといえばお風呂を、入っていらっしゃるっていうこと。そうお風呂を入っているっておかしいですね。はい、キラーさんといえばキャンピングカーなのに湯船に使ってるっていうね、はい、ことでこちらの後ろのやつですね。はい、さっきね私たちがいない隙にね入浴されてたんですよ。で実際入るとこういう感じになります。あ、後で怒ります。はい、ありがとうございます。じゃあ実際にね入った時の写真ちょっとねここら辺に出してもらえると思うんですけれども、ここに、今お湯電熱線が来てるんですかね。はい、
でお水を張って、で電気で温める場合もあれば、そちらは何ですか？薪ストーブで、はい、熱を循環して、うん、はい、沸かします。あ、そんなこともできるんですね。そうです。でその中にバスポンプですね、はい、洗濯機で使う、あ、はい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 、はい、バスに入れて水を汲み上げるんですね。あれで水を汲んで循環させて温めて戻す。なるほど。焚き火台でもいいですけど、あ、はい、何でもその火があれば循環させられれば温めることができちゃうんですね。だいたいどれぐらいで温まるんですか？季節とかその温度でよる変わりますけど、確かに、はい、この電熱ヒーターは、はい、投げ込みヒーターですね。投げ込みヒーターは、うんうん、1000ワットで、うんうん、まあ、冬だと2時間以上かかります、ね、あ、そんなにかかるんですね。かかります。わお、お風呂入るのも、まあ、この季節だったら、まあ、1時間とかで、あ、半分に短縮、全然変わりますね。変わりますね、はい、あとこの薪ストーブだと一番早くて、はいはい、真冬で40分ぐらい。あ、すごい、はい、2時間が40分になるんですか？めっちゃすぐ入りますね、はい、でこれが焚き火台になると1時間半ぐらいかかります、ね、あ、熱が逃げるんで。なるほど、はい、それでも違うんですね。違います。わお、はい、面白い。これでもどうですか、ご覧になる方がさっきからね後を絶たなくって、はい、こう見て本当に入るんですか、これって何ですかみたいな、ね、質問ずっと受けてますけれど、はい、やっぱり食いつきいいですかね。そうですね、まあ、こっちが僕じゃなくてこっちがメインなんでこっちが有名なんで。そうですね、有名ですね、はい、確かに。ここを自分で自作ね、こうやっていろいろ考えてやられてますけど、はい、ここの、キャンピングカー自体はどこのキャンピングカーを使いになっていらっしゃる？こちらは K ワークスさんの、うんうん、はい、車両のエヴァンスでございます。エヴァンス、はい、おー、いいやつですよね、はい、人気オーロラクルーズシリーズのエヴァンス、はい、4型のハイエースで。なるほど、はい、なるほど、まあ、この大きさが今の、うんうん、でもあるのか分かんないんですけど、はい、まあ、前聞いた時はこれが最終型で一番大きい。あ、そうだったんですね、はいはい、今ちょっとちっちゃくなったって聞いてますけど、うんうんうん、はい、そうなんですか。じゃあ一番いい時に買いましたね、はい、そうすごい4型が良かったそうです、ご家族とかどうですか？子供はすごく喜んでくれます。また入りたいって言いますけど、あ、嬉しい、はい、うん、ちょっとね、女性はただ海行った時に嫁も水着で入りました。なるほど、はい、それいいですね、はい、水着のまんまジャーンって入って、寒いから温まってまた海で遊べるみたいな感じになります。そうそうそう、まあ、シャワーもあるんで、はい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 、で電源がここで、はい、ここで取れるんです。ここで取れるので、はい、これでつないでシャワーで、うんうんうん、先に流して、それから入って。おお、砂は落ちた状態で。そうそうそう。すごいいいですね。はい、で、ちょっとポリカンとかを黒いポリカンなんで、はい、夏場だったら外置いとくともう触れないぐらい熱くなるんで。なるほど、そこではすでに温めておいて、これ夏はいらないです。そういうことなんですね、はい、それいいですね、はい、省エネだし、省エネです、はい、しかも手軽だし、手軽です。すごい、はい、海にはすごくいいです。あ、意外な用途でした。なんかそれは、はい、冬入るもんだとちょっと思ってました。ああ、なるほど。そう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 、夏は冬の日だでマイナス10度で水風呂入りましたけど。いやだ、水なんですか。そこは温めてほしかったけど。すごいですね、めっちゃ修行僧みたいな、はい、修行僧です。すごい。じゃあそんな感じでやってて、はい、いろんなイベントにも出られるんですよね。そうですね、まあ、キャンピング箇所前の幕張メッセも、はい、出ていらっしゃいました、はい、じゃあ今後もいろんな会場で多分会えると思いますので、はい、よかったら実際に見て声をかけてみてください。はい、よろしくお願いします、はい、でキラさんも、はい、キラ TV やってますので概要欄の方に貼っておきますので、はい、よかったらそちらではどんな
ものをやってるか、いろんなことやってますね私は結構これだけじゃないんですよね、はい、あの草刈ったりとか DIY とか木を切ったりとか、うんうん、まあいろんなことやってます、はい、職人さんなのでねそういうところも楽しめるかなと思いますので、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、じゃあ今日はありがとうございます。